どうもこんにちはこんばんはリラです。はい、今日はね、前回の動画でも告知していた通り、今週のちょっと中華 MTG 種目カードランキングはね、ちょっとお休みさせていただいてたんですけども、まあその理由はと言いますと、本日は、闘争大戦のプレリリースと、いうことでして、僕の方も、早速行ってまいりましたと。で、その結果ですね、こちら、てーん、先行予約ボックス購入しましたということで、こちら、開けていこうかなというふうに思います。はい、じゃあもう早速ね、開けていっちゃいましょう。はい。ということで、早速じゃあ剥いていこうと思うんですけども、まずね、もう剥きながらでいいかなと思うんですけど、今回の闘争大戦の日本語版は非常に熱くてですね、皆さんご存知の通りだとは思うんですけど、まず日本語版には、日本語専用の別イラストというものが、存在してましてですね、もうつい最近告知されたばっかりなんですけど、フレンズウォーカーが2分の1で日本限定イラストに変わるということになってるんですよね。で、まあちょっとそれ出てきたらね、早速言おうかなと思うんですけど、記念すべき一パック目は、レア、注目の第2章。はいはい、遠心投入。こいつはちょっとまあ微妙は微妙かな。いつも通り、価格つきそうなやつと、お、早速その話をしてたら出てくれましたね。まあこれ、ケイヤですね。これ日本イラストのケイヤなんですけど、まあこんな感じで、日本人のイラストレーターの方が、描かれた、イラストの、プレンズオーカーが2分の1で入ってるという感じですね。まあこれ自体ね、僕自身も、まあ正直そのマジックのカードゲームに関しては、やっぱマジックのこの世界観がすごい好きなので、ちょっとここになんか日本のテイストが入ってきたらちょっとなんかなって思ってたんですけど、意外となんかね、実物のカード見るとね、別になんかそんなに悪くもないなという気は正直してますね。まあその混じってても変というか違和感は、ないというか、なんか正直言ってしまえば、その自分の、正直こっちの方がいいやつもあるんですよ。イラストの方で。っていうこともあって、その、あ、じゃあ結局自分の好きな方使えばいいじゃんっていうところと、そういう意味では、いつもなんかちょっとデザイン微妙だなみたいに思ってたカードだとしたら、それよりいいカード、いいイラストの方を選ぶこともできたりするんで、なんか、思ったより悪くないなという感じはちょっと正直してます。はい。まあ、なんで、狙いはね、おい、早いっすね、今回。いきなり M ですよ。M が来ましたので、M はいつも通り、画面の右端に、M とホイールですね。ガシャ置いていきますと。はいはいはい。あ、プレンズウォーカー。そう、プレンズウォーカーがね、今回のパックには、1パック2枚必ず入ってますので、まあ多分今、ここにプレンズオーカーがいる時点で、これはプレンズオーカーじゃないっていうことが確定、ある意味しちゃうのかなという感じっすね。レア、プレンズオーカー、せいニッサーニッサーいいっすね。ニッサープレリバカ強いっす。マジで。ニッサーが場に残れば、ほぼ勝ちっすね。はい。ニッサーもね、そう、すごい日本の方のイラストは、まあ割と萌え系なイラストなんですけど、なんか実物はね、なんか思ってた以上にね、悪くない感じはちょっとしたんだよな。なんでなんかもう好き好み、みんな好きにしたらいいんじゃないかなという感じがしてます。そんなになんか文句言う必要もないかなっていう。まあなんかちょっとね、個人的に気にしてるのは、一騎打ち。はい。これがすごい受けたとして、今後はなんかこういうことばっかりちょっとやっていこうっていう流れになるのであれば、ちょっとそれは個人的にはなぁとは思ったりはするんですけど、なんかこういうことを時々日本限定でやりますよみたいなのは、単純に特別感があっていいかなっていう気はしてるんで、まあたまにこういうことをやってみたらいいんじゃないかなという気はしてますね。まあ個人的にはね、言ってしまったら特殊セット系で出したらいいんじゃないかなという気はするんですけど、こういう2分1とかにしちゃうとね、欲しくない人にも渡っちゃったりはするんで。お、あ、時の一層ね。はいはいはい。このブラスカとかね。ブラスカ、これは結構いいブラスカですね。なんかもう一個の日本の方じゃない方のブラスカは、なんかすごいね、おしゃれしてドレス着てるんですよね、なんか。で、なんかちょっと、個人的には微妙かなと思ったんで、これは、いわゆる、
ソシャゲ感全開ではあるんですけど、まあ、あの、なんかデザインとしてはいいですよね。存在感あって。割と悪くないなという気がします。はい。レア。弁当ではない。はい。フィギュアークの指。いいですね。これなんか悪いこと考えられそうですけど、どう、実際どうかな。あ、ダブリエルの日本語、日本語版ですね。日本語版だけちょっと、日本語版っていうか、日本イラスト版だけちょっと横にしておこうかな。日本イラストが多いっすね、今んとこ。これ違うか。日本イラストと日本イラストじゃない方。はい、まあいいや、こんな感じで。割とじゃあちょっと、で、そうそうそう、今回の、ほんと皆さん、これも知っていると、フレンズウォーカーでレア、テオリタミオさん。タミオさんね、これね、なかなか使いづらいんだよな、このタミオさん。意外と。で、そう、今回の、もう、注目も注目。絶対それを拾い引いたらもう完全勝ちっていう、リリアナね。その、ファイナルファンタジーのイラスト描いてるアマノさんっていう方が、描かれた、リリアナのホイール。マジでやばい価格になってるんで、買い取り価格、現段階で1枚7万円っていう、ね、僕が今日出たプレのところでも6万5千円回復してましたね。プレリホイールじゃダメでしたけど、潜水艇ね。はいはいはい。なるほど。で、ちなみに今日僕、プレリリースで、ボーラスのね、絵違いのホイール引いたんですよ。プレリホイールじゃない方。それ自体を、1万円買い取りしてもらえたんで、1万円買い取りしてコロボックスを見てるか、お、M っすね。M っすね。これ、なんかプレンズオーカーじゃない気がした。ここにいる気がするプレンズオーカーが。やっぱり、プレンズオーカーじゃないっすね。プレンズオーカー欲しいんですけどね。プレンズオーカーで M 来てくれると、リリアナか、ボーラスか、ギデオンなんで、どれもいいっすよね。どれも欲しいっす。うわ、だから、ホイール枠で、M が来て、あれがいなかったらもう勝ちっすよね。なるほど。レア。お、ビビアン。かわいいっすね、ビビアン。このビビアン。すごいな。割とあり。割と、これも別に割とありっす。なんか、ビクロスみたいな感じっすね。絵が。昔ちょっとやってたんですよね、ビクロス。なんだかんだで、もうすぐ1列が終わろうとしているが、C。そうだね。ホイールだよね、大丈夫。お、クレン、こいつね、マジでね、リミテ最強っすね、こいつ。こいつ残ったらマジで勝ちっす。はい、はい。で、これが12パック目かな。これだけ渡って一回また目の前整理しようか。わかりました。レア。ハイドラー。おっと？おっと？ちょっと匂ってきたか？ちょっと匂ってきたんじゃないの？フレンズウォーカーを、またあれにしようか。毎回ね、ちゃんとやろうと思うんだけど、忘れるんだよね。価格がつきそうなところのやつだけ、まずここ置くでしょ。で、ビビアン・ミッサ。やばくね、これ。全然価格つきそうなやつないんだけど。やば。ビビアーク、まあ、つかんではないけど、あと割と像息子ですね、これ。あ、ちょっとここも、神話がしっかりしてくださいと。はいはい。で、じゃあ、うぞうむぞうゾーン。で、日本語プレンズウォーカーゾーン。で、これは普通のプレンズウォーカーゾーンと。まあ、こんな感じにしていこうか。はいはい。いやいやいや、12パックでこの成果。あ、まあまあ、あれか。神話2枚いるからね。そこがまだわからんから。よいしょ。レア。残念すぎるね。残念すぎるね。はいはい、ナーセットね。ナーセットのね、日本語版の、イラストがすごいですよね、割と。かなり人気で。それもホイールだとね、2000円買い取りとかしてるんですよ。割と人気らしいです。僕は別にこのナーセットいいんですよ、全然。これ白目ナーセットかな。あ、そうですね、白目ナーセット。ビントが、いいっすね。レアプレ、レアプレ、レアプレは、
レアプレはプレンズオーカーがいいんですよ。なんでここプレンズオーカーじゃない方がいい。おプレンズオーカー、あ、そりゃそうか、この次か、いるプレンズオーカーがいるということはプレンズオーカーじゃない。なかなかきつい、これ大丈夫、このボックス大丈夫、いけてる、これ一番プレンズオーカーないよ、そこなんかね、大丈夫か、はい、いや、少女ね、少女ティボルト、あ、少女こっちか、やばいな、このボックス、あれ、なんかこれ無機毒じゃなかったっけ、このボックスで、いや、はいはいはい、こいつよう出るね、ユミデと割と強いんですけどね、こいつ。キオーラね、この構図なかなか、はい、こっちで、お、もう日本語のプレンズオーカーレア、お、ソリン、すごいっす、これなんかパズドラにいますよね、ヴァンパイア、ヴァンパイアこんな感じだった気がする、昔やってたけど、僕はまあソリンはこっちは入れてあげていいんじゃないでしょうか、はい、なるほどね。これどうなんだろうね。本当に、そこの、エチガイのホイールさえ引けたらっていう感じで、それ以外は割と微妙なのかな。お、ホイール。なんだ、U。注目第3弾。おお、裏切りの大会。これ結構いいんじゃないですか。どんぐらい、価格つくか。100円ぐらいはつくかもしれないですね。あー、そっかそっか。いいんじゃった。契約しよう。なるほど、なるほど。今回ね、その、プレンズオーカーもアンコモンになったりとか、アンコモンがね、全体的にいいんで、そのなんか単純に、見た目上、レアであんまり勝ててなくても、アンコモンがかなり強いから、そこで得感があるかもしれないですね。このプレンズオーカーをコピーできる人。はい、ヤング。大丈夫か？割と大丈夫か、これ。よいしょ。レア、プレンズオーカー。アージャニー。あ、そう考えると、テベリーも出てないし。あれ？なんか、あれ、もうちょっとあったと思うんだけどな。大丈夫か、大丈夫か。はい。お、コモン。プレンズオーカーホイール。あ、これも結構いいっすね。まあ、まあ、50円とかでしょ、これ。割と割と。見えちゃった、やってしまった、神話1枚見てしまった、何やってるんだ、あー、ケージの終焉ですね、これは確かちょっと価格はついてたと思います、うわー、これいつかやるだろうなと思ってたんですけど、やっちゃいましたね、ついに、ここにちょっと置いとこうか、じゃあ、しまった、やってしまったよ、ケージの終焉1枚見えちゃいました、なるほど、あ、ブラスか、あ、なるほど、2枚目出ましたね、あ、そこ出るか、そりゃそれは出ますね。36種類しかないんだもん。それは被るか。ケージの種、うわ、やばい。プレンズオーカー、神話で出ないと、これ。なかなか厳しいな。レア。あ、いいっすね。戦慄士の解体者。こいつ多分もう普通に500円ぐらいするんじゃないかな。普通に強いっすね、こいつは。やっぱり。はい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 。どうだ？どうだ、やられるのか、ボーナスはなんか吸収されただけなのか、これは。いや、お、テペテペテペテブリーテブリー、しかも、これは日本人イラストバージョンですね。このテベリー自体はイラストいいですよね、割とそのなんていうかテイストとしては今までのマジックに近いんでいいんですけど、でもまあそれでも僕は前の方というか普通の通常版の方が好きだったりはするんで、こっちは、わかんないですね。どっかちょっと、多分、売っちゃうか、トレードに使うかするかもしれないですね。もう、実際テレビ僕も4枚予約しちゃってるんでね、いらないというか、普通に価値はあるんでいいんですけど。はい。トルシミール。こいつも、リミテッドはまあまあ強いです。これこっちか。すごいね、なんかほんと不思議な感じっすね、このプレンズオーカーが
山ほど出てくるバッグ、不思議な感じがするわ。はいはいはい、レア、ほい、戦乱のラウニカ、これね普通に多分環境が環境じゃないなんですけど、結局はこれでも普通に後にどっかで使われることになると思います。カズミナ、これ強いですね、カズミナリミテッド。はい、高島俊明さん、お、ジェイス、ジェイスのイラストすごいな。あ、確かに結構かっこいいっすね、ジェイスも。ジェイス、まあちょっとトリッキーなんだよね、このジェイスもカード的に。そもそも、はいはいはい、あれ今のとこ神話が3でレアホイル1で、あと12バックですか。ちょっとまだまだ爆死な感じだよね、このままだと。なんか見せ場欲しいっすね。レアネヘブ、はいはいはい、ネヘブヤヤさん、はい、おい、お、カモン、残念、レア、はい、残念ですね、残念ですね。レア、あー、こいつも強いですね。こいつももうなんかいろいろコンボ考えられてますよね。赤がね割と強いんだよな、やっぱりその環境的に。ああ、すごい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 、これこっち置くか。環境的にもね注目されてるし、これねこのままだとね割とで爆死かも、割とで爆死かもな。なんかもう一枚レアなんだよね。うん、フグルスプ、フグルスプ、あ、ファートリー、このイラストかっこいいですね、ファートリー。これもなんだろう、パズドラ感ありますけど、はい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 、やばい、あ、マジだと5バックぐらいですかね。え、神話 3? 神話 3? またそんなことやんの。いや、これどうか。おー、ラールね、ラールさんね。こいつももうすでにコンボ考えられてますね。実際どうなんでしょうね、このラールのコンボ気になる。フェザーさん、あ、アーリン、このアーリンかっこいいっすよね、イラストかっこいい。はい、いや、もう一枚ぐらいさすがに芯はあるはず。なんでいつもこの絵なんかあれされるんだろうね。おお、来たけど、なんかこれも M じゃない気がするんだよな。 M じゃないよ、 M じゃない気がする。いや違う違う、 M じゃない気がするんじゃなくて、プレンズオーカじゃない気がするんだよな、ここを見ると。ああ、ナーセットだもんね、プレンズオーカじゃないっすね。だから、うわー、プレンズオーカゼロ、芯はマジで、マジかよ。てか待って、ナーセット2枚出たからちょっと比較できるな、これこれはちょっと、これはさ、別人だよね、さすがに。これ同一人物じゃないよね、これはなかなかだな。はい、次、いやー、もう無理だな、これ神話4でしょ。まあ神話4だよね、大体注目の第3弾。あー、きつい、きついね、きついよ。あー、今回ね、これはやったな。お、ここで頼む、あー、しー、あー、しかもレア、なにこれ、やばい、え、ラストじゃん、え、本当に、うわ、ラスト1パックっすわ。いやこれはまずいよ、これはまずい匂いしかしないよ。 R 前川雄一さん、こんにちは。おー、ウギンね、おー、ウギンいいじゃないですか。あー、それカーン出てないね、ウギンも。まあカーンもちょっと欲しかったんだよな、まあ、ウギンはまあ割と欲しかったんでいいです、ありです。
ということで、え、やばいな、終わったぞ、終わりましたね。でちょっと、じゃあもう早速いつものあれいきましょうか。よいしょ。はい、いつものお楽しみボックスなんですが、まずちょっと1枚見ちゃったんでね、まずは、刑事の終焉と。これいくらぐらいするんだろう。まあでも800円ぐらいかな、しでもそんな感じがしますね。で次ちょっと大丈夫かな、これ見て、一応後ろにしておいて、ここは多分大丈夫だと思うんだけど、ブランド。さあ、じゃあ行きましょうか。まずは多分 M だと思うんですが、 M のパンチがない、パンチがなくて、そうすると赤か緑がいいのかな。赤か、うおれれれれれ、終焉シリーズのね、白はね一番安いんだよな、一番安いんだよな。これはやったか、 M のですよね。ってことは、これ終焉シリーズで終わるパターンか。緑、オッケー、緑終焉です。緑終焉はいいね。これもいろんなコンボデッキに使われると言われてる、普通に、まあ普通に強いですからね、このカード。すごい、これは終焉コンプリートを狙うデッキか、デッキてかボックスか。なるほどね。レア、レア、レア、行きましょうか。レア、これプレンズウォーカーじゃないんだよな。でもん、なんだっけ、伝説。いきますよ、せーの、ほい、かー、楽しみーる、これはつらい、これはつらい。はい、じゃあ最後神話でパンチがいる、なんだ、何色だ、黒、え、なんだっけ、黒のパンチって感じあり。せーの、はい、あー、バントゥー、バントゥーかー、なるほどね、なるほどね。まあ金額はまだ僕の方では分かってないんですけども、まあもうすでにおそらくなんとなく分かるのは、なかなか飯馬動画だったんじゃないかなという気はしてますね。ちょっとまあ調べて、まあ意外とその、なんでしょうね、この日本語版の、日本語へのやつが高かったりとか、まあジェイス出たしな、まあ、この辺は嬉しかったりしますけど、いやー、さすがにあれですね、そのリディアムホイルだの、ボーラスホイルだの、まあそこにたどり着く土俵にも上がれなかったですね、今回は。まあまあまあ、でも、まあ、こんなもんじゃないですか。実際そのボーラス、僕プレイの時に当ててますし、これがまあタダでもらえたと思ったらいいでしょう。まあ、カードいろいろ集まったしね。はい、という感じでした。はい、まあということでね、今回、逃走大戦のボックス解説させてもらったんですけど、ちなみに一応ね、逃走大戦はまあかなり熱いっていうこともあって、普通に予約の方もしてるので、また来週にね、その予約ボックスが、届いたら、そちらの時にまた開封していこうかなというふうには、思いますね。はい。ということで、今日は、ここまでとなります。はい。ではこの動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。じゃあね。バイバーイ。